はい、どうも。今日はですね、自宅から、撮ってます。ちょっとね、変則的に、ただ、メモを見て喋る。で、その喋りに、画像を後から付け加えるという、ね、ちょっと、わけのわかんない、他の人はやらないようなね、普通は多分、きっと、写真だとか動画とかを見ながら、喋ったりするんでしょうけど、ちょっとマイク持ってないもので、デジカメに話しかけております。ですね、晴海客船ターミナルっていうところがあったんですけど、今回ね、自分も1回だけ過去に行ったことがあるんですけど、いい場所だったんです。写真撮りに行ったんですけど、すごくいい場所だったんで、 YouTube で今度動画撮ってみようかなと思って調べたんですよね。そしたらね、今年のこの2022年の2月20日、つい最近、閉館になってまして、まさかの閉館になってたんですよ。前からね、一度また、いいとこだったんで、すごく、夕方とか、すごい、まあ今振りはインスタ映えじゃないですけど、いい撮影スポットだったので、また行きたいなと思ってて、動画がいいかどうかはちょっとね、写真とまた違うんでわかんないですけど、まあ YouTube の一つの、動画、ネタとしてね、行ってみたいなと思ってて、たまたま調べたらやってな、もう閉館だと。で、ちょっとびっくりしてというか、がっかりして、じゃあ、過去に撮ったね、調べたら2018年の12月ぐらいに行ってるらしいんですよ。この今、この後から載せる画像なんですけど。なので、画像に、で、紹介というか、作ってみたいなと思って、ちょっと変則的なね、感じでやってみようかなと思ってます。画像だけ、全部画像だけっていう動画は多分今までやったことがないので、はい。そうなんですよ。晴海客船ターミナル。なかなかちょっと言いづらいです。晴海ふ頭公園っていうのはすぐそばにあるのかな？ちょっと自分も行ってない、公園の方には行ってないんでね、わかんないんですけど、すごい駅から遠かった記憶があって調べたら、おそらく勝どき駅だと思うんですね、自分も。で、そっか、アクセス的にはいくつか駅の名前あったんですけど、多分勝どき駅から歩いたんだと思うんですけど、これには22分って書いてありますね。実際多分それぐらいかかってると思います。当然当たり前ですけど、行きも帰りもね、すごい遠かったイメージがありますね。で、なんかロケ地でも有名な場所らしくて、まあなんか自分も前に仮面ライダーとかな、ヒーローもののやつをよく撮ってるなんて話を聞いたことがあって、まあ実際見たことはないんですけど、一つもね。多分今見ればきっと、あの場所だなってきっとわかるような感じかもしれないですけど、すごくいい場所ですね。向こう側のね、景色が、海側の景色がいいだけじゃなくて、この建物自体がもうその撮影ポイントスポットになってる、絵になるというかなってる場所なので、すごく良かったですね。ターミナル自体も1回しか行ってないし、その船の利用も全くしてないんで、まあ、知ったかぶりにはなっちゃうんですけど、ただまあ意外とその 夕方ね、いろんなとこの景色見たわけではないんですけど、すごくいい場所だなっていうのはすごい思ってて、一回しか行ったことないんですけど、また行きたいなとはずっと思ってた場所でした。で、晴海ふ頭、晴海って昔、大昔、何年だろう、80何年。フジテレビが夢工場っていうのをやってた時に、確か晴海じゃなかったでしたっけね、会場が。なんかそんな気がするんですけど、だいたいどの辺なんでしょうね、場所的には。もう何十年も経っちゃってると、きっと昔はね、空き地っていうか何もないところに今建物が建ってなんて当然なって、もう場所も昔の
面影もないみたいな感じになってるんでしょうけど、晴海のイメージは、あとなんか、なんていうんですかね、メッセとかああいうのと一緒で、イベント会場があったイメージがあるんですけど、そこなのかな、それも同じ、夢工場と一緒なのかな、ちょっとわかんないですけど、そういうイメージがある場所ですね。すごく、まあ冬だったから景色も良かったのかもしれないですけど、住んでるんでね、その景色をね、画像で見てもらえたらいいなと思います。まあ自分の喋りが逆に邪魔かもしれないですけど、まあちょっとうっすら音楽を入れて作ってみようかなとこの後ね思っています。はい、こんな感じかな。はい、そうですね、こういうやり方よりね、きっとね、ほんとね、マイクとか買ってね、見ながら喋るのが一番いいと思うんですけど、ちょっと実験的にやってみました。はい、そうですね、以上になります。はい、見ていただいてありがとうございました。またね、別の動画見てください。ありがとうございます。